これはすくい上げて捕まえたぞ、行って伸びてエレスガーン、入りました。中田翔ホームランは独走ペースになってきました。今シーズン第18号ツーランショット、ある程度外に張って踏み込んでいかないと打てないボールでしたね。しっかりとその対策はできていたということですか。おっとこれ名物になりつつありますよ。ワイダーズ宇佐美ライトへの打球、意外に伸びていますがライト、これは田中は見送ってエレスガーン、入りました。反対方向に太田大志持っていきました。今シーズン第6号いやー太田大志オポジットウェイ、反対方向に持っていったという見事なホームラン第6号です。今度は石井ですか。これはいいですね。だいぶちょっとプレゼンで、これはライトへの大きい当たりになりました。もう見送って、おグッバイ、ツーランショット、田中和樹の今シーズン第1号、もう打った瞬間にそれと分かる一発になりました。見事なホームランでしたね。お、横幅ですか、インコース、ライトバック、ライトマーティン下がっていって打球はフェンスを越えていきました。4番の栗原、三輪のストレートを捉えての同点ソロホームランということになりました。今シーズン第8号ホームラン、この辺のバッティング思いっきりの良さもいいですよね、はい、インコースのさばき、栗原の同点ホームランで1対1、初球から狙って右中間、打球は伸びていってスタンドまで届きました。8番の松田、ライト方向を右中間方向へ持っていく今シーズン第3号ホームランです。今日のホークス2得点はいずれもホームランです。小声で圧倒が出ました。これはライト、どうだ、これは伸びているぞ、はい、It is going gone、 入りました。ようやくファイターズも得点板に点を刻みます。西川春樹の今シーズン第2号ソロショット。さあさあ、まだこうやって見ると、今宮です、振り抜いて高く舞い上がった打球はどうか、スタンドまで行きました。初回の失点、小島今日も先制点を奪われてゲームスタートという形になりました。2番の今宮、思い切って振り抜いた、これは素晴らしい当たりだ、文句なし、素晴らしい当たりが右中間へぐーんと伸びていきました。岡田、逆転ツーランホームラン、2対1、オリックスバファローズ逆転に成功。レフトへ大きいぞ、5階席まで行きました。1番木村のソロホームラン、逆転をしてもらった後、5回の表の投球に注目が集まったんですが、輪島が木村に打たれました。9回どうだどうだ、センターの前、抜けた、後ろへ転がっていく、バッターランナー三塁まで行きます。おっとホームに向かってくるぞ、ホームはどうか、若槻キャッチできない、ベースをぐるっと一周回った。ライオンズ2点を取った9回表、4対2、2点のリード。西浦懸命のチャージ、前の方に突っ込んできましたが処理はできませんでした。打球は外野フェンスの方に転がっていきました。その後もちょっと中継もたついて、その間にバッターランナーもホームに帰ってきました。4対2、ライオンズまた今日も終盤に2点リードを奪いました。
これは捉えている。 It is going. See you later. Goodbye. 入りました。第19号捉えました。打った瞬間入ると分かる豪快な一発。さあそしてまた山本さん、はい、今日は2対0でざっと引いてきて、今度はワンが来たぞ。ワン&ショー決まってますね。さあワンの内定の打球になりましたが伸びている。おー、グッバイ、入りました。まさかの一撃、島内の同点スリーランショット。うわ、あと1球でしたからね。ライトに弾丸ライナーで放り込む同点だ。すごい勝負強さですね。まっすぐ、もう中間方向に上がっています。おお、そのまま入りました。最後はラグーンに入っています。ホームランです、松田。今季の第4号のホームラン。右中間の最後はラグーン席が入っていました。手洗いをしてレフトへ上がった。高々と舞い上がった打球だ。仲間は打球はスタンドへ飛び込みました。1点を返しました。7回の裏、千葉ロッテマリンズ松本裕樹から中村翔吾の第4号のソロホームランで1点を返します。しっかり修正できているっていうところもね、あれ。ライトへ安田が持っていった。捉えました。同点のソロホームランは完璧、安田の一発。2対2、追いつきました。安田の第4号、一振りでここは仕留めていきました。4番の仕事を果たしてきました安田。ツーシーム外れました。2球目ったー、マーティン、イエス、マーティン、同点。追いつきました。延長10回の裏、ロッテマーティンの一振りは完璧でした。イエス、マーティン、完璧でした。マーティン、センターへの打球になりましたが伸びていって見送って、おお、グッバイ。試合を決めるかという一発、浅村今シーズン第16号ツーランショット。今日眠っていたかに思われた浅村、ストロングフィニッシュを見せます。ライトへ作り上げて、もうマーティンはいません。飛び込んだ、先制点はホークス。初ヒットからの連打で1番の中村晃の第3号ツーランホームラン。角度よし、ライト外の伊沢で直球を打ち返した。センターへ、センターへ、強い打球がゴッチャス登場。勝ち越しのソロホームランは第12号、8試合ぶりのゴッチャスです。でもちょっとまだ控えめで、まだまだゲーム終わってないよ、そんな感じでしょうか。ちょっとその前にチャンスで凡退してるので。これはらしい打球が飛び込んだ、同点がして思わず拳を上げた。ライター、16号のソロホームラン、ホームラン、打点ともに6試合ぶり。強烈な当たりでした。やはり強烈ですね。これで東山の負けがここは伏見からすると負け球になったんですけどね、はい。この山川の当たりは伸びていく、入りました。ここまで好投を続けていた山崎福也、しかしそのボール一発で捉えてみせたのがライオンズの4番山川です。いや、
塩崎さん、今の山川のバッティングいかがでしょうか。そうですね、その前のバファローズ5番のジョーンズから始まります。ジョーンズの打球は左中間へ、打球が伸びていく、文句なし入った。5番ジョーンズの一発、バファローズ同点。7月30日以来久しぶりのホームランが飛び出しました。ジョーンズの第6号ホームラン。嫌な感じになってくると良くないですよね。これは振り切りましたが見送ってエレスガーンで入りました。中田翔、パリーグ20号、1番乗り。いや素晴らしいというかすごいですね。右中間に持っていきました、はい、まさに今追加点が欲しいと力夫さんのコメントありましたけれども、それに応える応えてくれましたね、うん、4番も打点上げてますから、うん、清水ザンダック、レフトへ打球が伸びて伸びてライナーだ、どうだ、入った2000連発ジョーンズスリランホームラン。ライナーで持っていきました。チャンスだ、まっすぐ打って右中間、打球伸びてセンター見上げてボールはスタンド入った、第6号中村の一発。快音を発した打球はセンターの右、1点を返したライオンズ3対1。この打球も左中間、2打席連続ジョーンズの一発、打った瞬間という打球でした。今日2000連発、そして今度は2打席連発、第8号。最後打ち上げたがセンター方向に行って行って行きました。柳田の高々とアーチ、大きな大きな放物線を描いた先制のツーランホームラン、2試合連続17号ホームラン、2点先制です。柳田が今この声も聞こえたと思うんですが、フルスイングですよね。この打率見ての通りで触りながら持てばね、初球からスイングしていく、左中間大きな当たり、飛び込みました。吉田正尚、今日はアーチをかけました。好調、ヒットは量産している吉田、先制パンチ、バファローズ1対0、松本から先制しました吉田正尚です。いや決まりましたというのはありますが、ただこう90球で、あっとライトへ大きな当たりだ、ライト、これはスタンドに届きました。栗山の一発、インターバルがあったこの6回、初球を捉えてきました栗山、ベテランの一振り、大きな大きなライトスタンドへの一発でした。3対1、もしくはホームラン見せてほしいですよ。レフト飛び込んだ、3試合連発、今日も俺がゲーム決めると言わんばかりの一発。最高のポーズも決まっています。ライトへの打球は伸びていって、レッツゴーエンガーン、入りました。清宮幸太郎の第4号、優勝するためには
活躍がないといけない選手を、おっと、そしておっと武田コーチ登場。ザ・ルックまだいてます。主役よりも目立とうという武田コーチになりましたが引っ張っていった、高い打球、かなり高い打球、なんとそのままスタンドまで行きました。ものすごい軌道の打球です。スタンドがどよめいています。柳田、はい、あれだけの角度で上がってそのままスタンドまで行っちゃうんですね。打球はライトへ、ライトへ、どうだ、入りました。松田のツーランホームラン、ライトへ持っていきました。ベテランの松田、まあ、よくこう立って出るって言いますけどね、右手の押しがすごく強いんで、やっぱ打球が強くなりますよね。今手を洗ってから控えめの圧をですね、はい、バリエーションを組めるんですよね、はい、打球はライトへ、栗原の打球弾んでスタンド、栗原にツーランホームランが出ました。マリーンズを突き放す一振り。栗原今シーズン第9号。